彼女がサングラスをしているのは、直接目を合わせたものを石に変えるゴーゴンという怪物だから。だが彼女ロデューサが今日誰かと目を合わせなかったのは別の理由だ。出たな怪物。さあドラゴン、その幻の角をよこせ。痛えな、お前はいつもいつも。お前だって怪物じゃねえか。お前、今なら釣りしろよ。この海には幻の魚がいるんだぜ。ここは怪物の森にある怪物たちがのんびり暮らす村、モンストン。おい、引いてるぞ。お、やー、甘い餌にやられた。またお前か、チョバケ。何やってんだよお前、海底で。今俺は海底にある幻の財宝を探してんだよ。それより今の甘い餌持ってくれ。こら、チョパーケン、あの幻の財宝に手を出したら許さないわよ。あ、落ちてんだから早いもの勝ちだぞ。いい度胸。私と勝負したいの、あんた。こわ、誰だい、愛しのストロナミさんを困らせるタコ野郎は。無事飲めすぞ。お、お、おい、何俺を釣ろうとしてんだよ。幻の魚。魚じゃねえよ、カッパだ。カッパのくせに海に住んでるエロガッパ、勘弁しろ。てめえこそミノタウロスのくせにホルスタインじゃねえか。黙れ、今日こそてめえの頭の幻の皿いただくぞ。やれもんか、命に関わるんだ。それよりおめえのその金棒、幻な一品らしいじゃねえか。取ってみやがれ。うるさいわよあなたたち。幻幻って、あなたたち全員幻獣じゃない。でもよロデューサー、お前この前幻のイヤリングなくしたって泣いてたから、じゃあみんなでもっと珍しいもんやろうぜって。おいおい、バラすな。今日彼女がみんなの目を見ないのは、嬉しさと気恥ずかしさと涙を隠すためだった。みんなありがとう。ここはのんびり怪物の村、モンストン。